アメリカ合衆国の保守主義理論家ラッセル、カークラッセルアモスカークは、アメリカの政治理論家、モラリスト、歴史家、社会評論家、文芸評論家、小説家、20世紀のアメリカの保守主義に大きな影響を及ぼした。彼の1953年の著書、保守主義の精神は、第二次世界大戦後の不明確な保守主義運動を明確に表現した。本書は、 英米の伝統の中に見出される保守思想の発展の足跡をたどり、エドマンドバークを特に重要視している。カークは伝統主義的保守主義の主要な支持者とみなされもした。ミシガン州プリマス出身。父は鉄道技師。ミシガン州立大学卒業、デューク大学修士。第二次世界大戦時には志願し、米軍に参加。戦後、 スコットランドのセントアンドリュース大学に留学。1953年、同大学文学博士。帰国後は母校のミシガン州立大学に着任するも、伝統的な教養を失いつつある大学の姿に失望し、1959年には辞職。晩年にはヒルズデール大学で1年観客員教授を務めた。ありがとうございます。